ジオ司令コールを考案された方です。よろしくお願いします。経済産業省で働いてる人たちに言いたい。年度末で忙しくこの時間も働いている時にうるさい声上げて邪魔してるみたいだけど、もう3年、もうすぐ3年、ずっとあの事故の後抗議の声はここから上がったと思う。暑い夏もこの寒い冬も寒い中こうやって声を上げてる、なんでだと思う。原発を止めろっていう声を聞かないだろう。何があっても進めようっていうその態度を我慢できないだろう。どの新聞でもどのメディアでも世論調査をすれば原発はない方がいいっていう声は過半数を切ることがないだろう。国民全体が半分以上が原発をやめてくれって言ってるのを嘆きたい。これだけ毎日毎日毎日じゃねえな、毎週かこうやって集まって声を上げてるのを嘆きたい。いいかい、まだ3年か、もう3年か、原発がなくなるまで